パパが、パパもインターネットわかんないし、ルシアがどんなことしてるかわかんないの。とりあえずでも、活動してるってことは知ってるんだよ。こういうね、インターネットとかで。そう、見るっていうこと知ってるんだけど、昨日、配信終わった瞬間、パパから電話かかってきて、ルシアちゃん、配信終わったって来たの。もうじゃスマホ落としそうになって。うん。どうしたのみたいな。そしたら、まあ、なんかいろいろちょっと頼んでたことがあって。そうそうそう。まあ、ちょっといろいろね。いろいろ頼んでたことがあって。それをちょっとしてくれたっぽくて。で、明日も配信とか言われて。配信終わった後と前か、どっちか電話かけられるみたいな。うん、つって、今日はちょっと、批判かけられて、かけられて、滑舌死んでる。やばすぎて。まだ動揺が隠しきれなくて、滑舌が死んでる。そう。です。パパに昨日配信終わった瞬間電話かかってこられましたね。はい。パパからは何も聞いてないんだけど、パパ配信見た？見てる？今もしかして。でもママはリスナーになってしまった。なんか、ルシアだけじゃなかった他になんか見始めてたの。ちなみに昨日は一切連絡来てません。ルシアが思うに、ドハマりしていた、ずっと見てるんだと思います、動画を。で、パパは、マジで使えないの、スマホ。スマホなんだけど、ルシアにずっとね、なんか聞いてくるんだよ。まだ、キオに引っ越す前とか、よく、うちに来てて、パパが。ねえ、ルシアちゃん、ルシアちゃん、このさ、スマートフォンさ、何なんかさ、変な広告いっぱい来るんだけど、とか言って、なんかめっちゃなんか出会い系みたいな変なアプリの広告みたいなのが見せてきて、何これみたいな、なんか変なとこにアクセスしてないって言って、してないよ、ルシアちゃん、助けてよ、とか。あとなんか、変なメールいっぱい来てるのが100万円あげられます、みたいな。で、これ本当に100万円もらえるのかなとか言ってきて、いや、もらえないから絶対返事とかしちゃダメだよって言って、もう全部ルシアが消したんだけど。そう、なんでこんなにね、変なね、広告、なんか普通の画面なのに広告流れてきてんの。なんだ、みんなもあれわかる？だからスマホの、可愛いから。あれ、可愛いの？なんかすごいなんかね、ちょっとエッチな広告とか流れてて、これね、携帯ショップに行ってね、見せた方がいいよって言ったんだけど、とか言って、わかんないよとか言ってて、そう、たまになんか恥ずかしがって携帯をね、の取り上げようとするのがあって、でもダメだ、もうって言って、向こう引っ込んでて、パパとか言って。お父様、お母さん、娘さんと結婚させてください、多分いいよっていう。多分いいよっていう。ママは普通にもうこんなうるさいルシアでよければって言ってくる。こんなうるさいルシアちゃんでよければいいですよ。パパは多分、半泣きしながらいいよって言う。いいよって言ってくる、シューナちゃん。枕さん、ダメです。ダメです。ダメです。うちの家族はあげません。ダメです。お兄ちゃんはさらにあげません。ダメです。お兄ちゃんのこと狙わないでください。うちのお兄ちゃんのこと。ガチで。やめてください。いるんですよ、うちの兄ちゃん狙う民が。本当にやめてください。リアルでもいるんで、本当にやめてください。ダメです。パパください。にゃんこ、にゃんこ先生ももっとさらにダメですよ。ルシアの命って言ってますからね、にゃんこ先生や猫たちのことは。ルシア、猫2匹飼ってるんですけど、猫2匹は自分の命と対等、もう、それ以上だと思ってるんで、命かけてでもね、守っていくと思ってるんでね、もうダメですよ、それは。いや、お兄ちゃんは知ってるんで、お兄ちゃんと一緒に YouTube とか見てたから、お兄ちゃんはインターネット見てくれてるの。で、お兄ちゃんがこう前も言ったんだけど、結構 LINE が来てね、ちょっとルシアがなんか悩んでる時にお兄ちゃんから LINE が来たんだよ。なんて来たと思う？なんて来たと思う？あ、違うわ、それ違う時だ。ルシアがお兄ちゃんにバレンタインでチョコあげて、お兄ちゃんがホワイトデーでお返しで送ってきてくれたんだよね。それでルシアが、ありがとうって LINE したの。ちょっとその時、ほんとなんか悩んでる時期で、なんか気づいてくれて、お兄ちゃんが。なんかルシア、活動大変だろうけど、あんま無理しすぎるなよとか書いてあって、ありがとうって書いたの。ありがとうお兄ちゃんって言ったら、なんか結構大変だけど頑張るねみたいなこと言ったら、なんか、アンチさんのことが出てきて。
なんかアンチさんを見てもなんかなんだって思うくらいでいいんだよって言ってくるんで、アンチアンチさんとかなんか困らせられてもね、なんだみたいな感じで大丈夫だからなみたいな、気合だみたいな、なんかそれでアザラシのスタンプが送られてきて、お兄ちゃん可愛いなと思って、アンチさんも攻めず攻めず、なんか気合でお互いをね、なんか応援してくれてね、いや、うるはけだなと思いましたよ。はい。お兄ちゃん優しい。ダメです！優しいのは否定しないけどあげません。